ようこそ怖すぎ。はい、と、あ、なんだろう、ちぎりパーンとかの方がいいのかな。あ、はいっていいんじゃない。はい、買ってきました、うん、入りが難しい。せーの、はい、ということで買ってきました。最近の島村はすごいぞ。アベールはもっとすごいらしいんですけど、ちょっとね、島村に行って買ってきました、うん、そうですね、一人一人ファッションチェックをお願いします、はい、ネオパン。じゃあ私からですか。はい、なんかいろいろ探したんですけど、はい、黒のレースか、うん、まあなんかチェックかなと思って、うん、ネオさんは黒だったんで、はい、私はこのチェックの、はい、いるね、肩がんばりみたいな、ここがシュクシュ、あんまよくない、肩がんばりのクシュクシュってなってるこの素材ので、袖がこんな感じで、ここもチェックになってて、で、ここ、この、なんですか、見えないと思うんですけど、一応十字架なんですよね。なんか十字架っぽいかなと思って、ネックレスを探して、で、来ました。で、髪の毛は、こんな感じです。いるね。わかる、はい、見えてる、見えてますか、このリボンですね。もう大体これで、後ろ姿撮っとけば勝ち。で、何々くん今日再生しましたって言えば、勝ち。こうやって、こうやって。そうそうそう。こうやって、こうやってやつ。当時まで指はずないから。そうそう、指はずないから。まず全部これ。あの、何だっけ、これ、これとか。これもないか。これ、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 これ。ちょっとこれこれ、あ、これだね、これ、あ、そうです、そうです、やっとく、やっとく、顔見せないように、こうやってこうやって、あ、そう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 、で、ここの、ハートのところに、私の名前を書くっていうのが、まあ、鉄板ですね。こんな感じでーす。ちょっとお姉さん層ですね。ね、うん、髪短くても、こんな風にね、そう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 、アレンジしてもらえたんで、チェックのちょっと綺麗めな感じですとか、ね、そう、あとはこのネックレス、あえて華奢なのをつけるっていうのが、そうそうそう、ポイントです。ポイントです。本当に大きいのもあったんだけど、大きいのいかすぎてなんか信念を貫くみたいな感じのネックレスがあったんですよ、この。でもちょっとそれはさすがにって思ってたら、ネオさんがオッケー、なんかちっこいのあるべこれこれそれゴールドでね、そんな感じで、こんな感じ、はい、トータルはこのブラウスとこれとこれで、2100円ぐらいだったかなって思います。ちょっとね、下は見当たらなかったんですよ、すいません。なんでちょっと下がちょっとめちゃくちゃ見せたくない、見せたくない、見せれないんですけど、私なんかカジュアルだからね、こんなんなのにめちゃくちゃカジュアル超カジュアルだから面白くないですね。そんな感じです。ちょっとね、年齢層は若干高校よりも高め、ちょっと20代前半から10代後半ぐらいな感じのイメージですね、これは、うんうん、とても良いと思います。こんな感じです。はい、かわいい。ネオパン、次、はい、じゃあネオなんですけれども、これはね、ザ会場にいる女をイメージしましてですね、後ろもね、こういう感じで、ちょっと後ろ見せてあげて、大丈夫かな、リボン大丈夫、もうちょっと下がって、もうちょっと下がって、はい、しゃがんで、しゃがんで、しゃがんで、難しい、こんな感じで、見えてる見えてる、いいよ、大丈夫、リボン、いいよいいよ、いい感じいい感じ、なんかこういう感じで、なんか写真撮ってそうですよね、これなんか XYG って割と黒、ドレスコードが黒なのかなっていう、まあもちろんこれもいたんですけど、これもね、この綺麗めなさん、綺麗めさんもいたんですけど、大体がこういうちょっと襟付き、そうね、襟付きのフリフリで、ここがもう前開きの、なんていうの、こういうボタンがついてますよっていう、こういうで、袖で、襟もこうちゃんとひだひだがついてるよみたいなっていう感じの子が多かったかなと思います。見る見る、絶対見る、全通ぐらいの勢いで見る、この子は。そうで、ポイントとしては、ちょっとデカめのアクセントが、こうなんか、これはお姉さんだからこれなんだけど、やっぱこっちは10代前半、高校生ぐらいだから、なんだろう、ちょっと見せたい、やっぱ、うん、で、髪の毛は、お姉さんって結構こう、ストレートなイメージ、まあ、ちぎり番が負けないの負けでも結構ストレート、でもストレートもいるのよ、絶対。なんですけど、やっぱこう、高校生はやっぱこう、巻くよね、巻いて、ね、そう、こういう感じでいるのかなと思います。で、ちょっとメイクも変えたんですけど、この下の部分、これ、ちょっと赤入れてますね。
これはあのいますよ。いますよ。いますよ、めちゃくちゃ。8割ぐらい目赤くない？目赤いね。てかもう XYG メンバーも赤いからね。みんな。みんな入れてるしね。そう。っていう感じですかね。そんな感じでーす。で、ちょっとツンケンしてるこっちは。チビ範囲強めで、本当の本推しっていうの、はちょっとなんかちょっとだけ。確かに多そう、同担拒否、うん、この服装の子は割と同担拒否なんだと思いますっていう、こんな結構なんか分かれましたよね。そうそう、出てみたよ、ね、分かれてみた、そうそう、同じにならない、うん、そうそうそう、こっちがまあ XYG と言ったらみたいな、うん、ちょっと若いどうしても来た、ヒートテックが見えちゃう、ここ時期はしょうがない、ヒートテックが見えちゃうね。それちょっと分かれてみて、こっちはもう XYG にいますよ、ザ・クロ、大きいアクセで、ヘアアクセもでかいみたいな感じ、で、こっちはなんか XYG 以外でも普通にワンマンでもいそうな、あーいるね、うん、いるね、ちょっと姉さんね、ちょっと姉さん、そう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 、なんか20代前半から後半にかけて、大体こういう感じのお姉さんは若いねーこんな若かったっけ若いねやばいやばい、言ってること結構トゲトゲし、若干ちょっとトゲが入っちゃうかもしれないですけど、こっちは割となんかフォロワー以外とは話さなとか、なんかこれなんだろう、この自身もなんかちょっとフォロワー多いみたいな、あ、はいはいはい、多そうだもんね、ほぼほぼなんか全通レベルだから、うん、なんか崇拝する人が若干いるみたいな、うんうんうん、なんかなんか遠目で、ああれあれじゃねみたいな人になる、タヌキで叩かれやすいやばいね、はい、タヌキで叩かれやすい、でもこっちも多分タヌキで叩かれる、こっちは可愛いから叩かれる、なんか目立つって叩かれるみたいな感じかな、目立つっていうのは確かにあると思う、うん、なんかいい意味でも悪い意味でも目立っちゃって叩かれやすいっていう感じのイメージです、確かに、はい、面白いよね、こうなんか、ね、まあまあまあ個人の意見だから、まあ、ひとくくりにしないでほしいっていう意見もある、そうそう、もちろんもちろんね、うん、これはネオパンとしての意見だからね、うん、あのみんなは、ね、違うよって思ってたらね、あのコメントで教えてくださいねっていう、思いますよ、まあその前回のね、EAROC の時と打って変わってちょっと、そうだね、ファッションは上がったんじゃないですか、うん、レベルは、いやレベル低いんじゃねえかなって、いや違う、そう、決してそういう意味ではなく時代が進化してるんで、そうそうそう、なんかライブだけれども、なんだろう、動きやすさ重視だった、うん、じゃあ ETA とカジュアルで、でも、まあ、動きやすいプラス、動きやすいというか、まあプラスアルファでちょっとおしゃれっていう、推しがなんだろうな、おしゃれさんだから自分もおしゃれにならなきゃなっていう自覚っていうのが芽生え始めるって言ったのなんですけど、やっぱおしゃれじゃん XYG っていうもう舞台が、だからなんかちょっと自分もそれしていかないとね、近づいていかないといけないっていうのがね、あるかもね、まあでも今でこそさ、うん、まあこういう風な、こういう服、こういう風なっていうか、うん、こんな感じの系統の服のが増えたけれども、うん、ね、昔はそんなに、なんかそんな主流じゃなかったし、そんなこういう服着るの、うんうんうん、そうだよ、ラフな感じだったけど、うん、ちょっと可愛い、うんうん、まあオタクっていうのはお金がかかるんですよ、推しを推す、推しを推す以外にも自分に投資するお金っていうのがね、うん、かかるんですよ、お金が、これはね、トータル、私このヘアゴムとこれしか買ってないんですけど、まあ、2000円あれば1700円ぐらいになりますね、うん、まあでも今はね、気軽にこうプチプラなお金で、あ、そう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 、全部揃えれるからいいよね、それはいい時代になりましたよね、うん、ネオパンたちは島村って全国共通ってね、いや島村で買ったけれども、アベールの方がどうやらチキリパンよりいっぱいあるらしいので、なんかちょっと大きい島村みたいな、そうそうそうらしいので、ちょっとね、また行ってみたいなと思いますが、はい、じゃあ、はい、今回の研究結果、結果というか研究テーマだったり、はい、XYG、服装はこんな感じになったかなって思います、うん、はい、まあ、黒とチェックかなっていう感じですかね、第3弾も、はい、じゃあもしあのネオパンにね、この界隈知りたいとか、ネオパンもまあ勉強するんですけど、ここの界隈を知りたいとか、ここの界隈のことやってほしいよみたいなのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください、はい、あの頑張って研究しますもちろんそうですね、お勉強させていただきたいと思います、はい、みんなでね一緒に勉強していきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ第2弾の研究
週会はここで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、ご挨拶をお願いいたします。じゃあ、今日も見てくれてありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。また次回の動画で。バイバイ。恥ずかしい。ピンクテック。僕ときね、あのさ、カクテルの時にやってたね、やっぱあの振りやろうか。僕ときにで、まずは XYG。あのさ、その XYG のとこがさ、思ったよりさ、流れるの早いんだよ、歌って。だから、お気づいたらもう X でもう YG まで出る時とかあるからね、私。聞いてる立場だったよね。そうね、まあね。結構ね、おばあは、こう、前、多分結構前の動画でも話してるんですけど、踊るっていう分野にちょっと長けて、まあ、ちょっと早めの TikTok からだったんですよ。踊るっていうか、まあ、まあまあそうだね。若干踊る、早めの TikTok かみたいな、うん。僕と君で混ざる XYZ って。何これ何これ何これ、こうか。んこうか。こうか。Z、待って、違うね。あ、こう。こうだ。こうか。あれ違うの私。右が上。え、こうだよね。あ、そう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 。こうか。ってやって。XYZ で、こう XYZ でやってました、私は。楽しかったなぁ、また XYZ ね、あの、なんだろう、そのまた始まるよとか、あればね、ネオパンは、うん、あの、チケットが当たれるもちろん、うん、当たれば、選手参戦したいなぁと思ってるので、仲良くしてください。はい。はい。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。なんだ